まあ、全体として言えることはやっぱ夢のようでありたいなっていう。夢ってちょっと遠くにあるようなものに聞こえちゃうかもしれないですけど、ちょっと花が咲いてるのを見て綺麗だなって思う気持ちとか、もっと身近なものなんじゃないかなっていうふうに思います。夢の世界を通して考える幸せとは、そして人生とは。ブレイクゼロ、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。現代美術家金沢秀、鮮やかな色彩と統一された世界観で幅広い世代の鑑賞者を魅了。作品に描かれるのは他者とのつながりを具現化したキャラクター。人間と通じ合うことっていうのはそう簡単なものではないなって自分は思っていて、でそれが人でもない、だからといってキャラクター地味でもいない、ちょっとこう曖昧な存在だったら、まあ許されるんじゃないかなみたいな。現実には存在しないもの、そんな曖昧なキャラクターだからこそ正面から向き合うことができる。みんな同じ星の中で日常生活を送っていて、ちょっとこう寂しいみたいな気持ちとか、必ず誰か共感してくれるんじゃないかなっていうふうに思ってて、やっぱり人と人とつながることっていうのは人間である以上避けられないって思っていますし、逃げたくないっていう気持ちは強いですね。人とのつながりこそ人生。その長い道のりをアートに昇華することで、彼は自分自身の答えを探している。なんか自分がいつまで生きてるんだろうっていうのはもう常々考えてて、それは何でかっていうと、いろんなことを知っていろんなことに出会って、表現っていうものの先に自分が本当に欲しいものっていうか、そういうものがあるんだったらいいなって思って、それを探すために自分は制作をしています。ただの芸術作品では終わらない。作品制作を通して人生の答えを探し続ける現代美術家金沢秀にとってアートとは。本当自分は何か制作をしていないと、なんか生きてる実感がないっていうか、自分が何者なのかもよくわからないし、なのでそういう作業っていうのがなんか最後形になったらいいなっていうふうに思っています。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は彫刻家、美術作家大室春人のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。